機関車トーマス、トーマスと小梅のお話。トーマスは小さなタンク機関車、 JR 東日本山手線で働いている。6つの車輪にずんぐりした煙突、ボイラーも屋根もみんなずんぐりむっくりだ。トーマスはいつも忙しそうに客車をあっちからそっちへと引っ張り、旅に出る大きな機関車のために働く。ある日、トーマスはいつも通り働いていると巨大なお客様がやってきた。小梅だ。彼女はものすごくでかい。驚いたトーマスは息が止まった。小梅はじっとトーマスを見つめる。無理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 。トーマスは心の中で叫ぶ。乗せて乗せてよ、新宿まで。小梅はつぶやく。怖くなったトーマスは引き返そうとするが、小梅は追ってくる。全速力で逃げるが、小梅との距離は縮まらない。逃げても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 、いくら逃げてももうダメだ。とその時、小梅の足が止まった。振り返るトーマス。気づくとそこは新宿だった。ありがとうトーマス。トーマスは怖くて何も声が出ない。それ以来、トーマスは山手線を走ることはなかった。めでたし、めでたし。機関車トーマス。